ちゃこんにちは。豊さん、はい、いよいよラストステージも大詰めになってきました。ラストだよ。ただその前に、はい、動画を上げなかったのは、うん、あ、豊さんどっかにコーチとして入るんじゃないかっていうふうに疑ってた人がいるんだけど、はい、言いましたか。そうじゃないんだよ、うん、まあ、ちょっといろいろ考えしてね、うん、ちょっと動画の投稿遅れてるけど、はい、ね、またちょっとエンジン全開で今日は、はい、今喋っていきたいと思います。どこにも入る予定はありませんので、ないはい、よろしくお願いします、ね、はい、優勝へのラストステージ、はい、ね、今後の日程ということで、はい、まあ、ヤクルトはマジック2になってる、うん、ね、まあ、ヤクルトの優勝条件からちょっと喋っていこうと思うんだけど、はい、1勝1敗1分け以上以上または3引き分け、はい、まあ、以上ということで、そうですね、まあ、以上っていうのは3試合しかないから、うん、以上はないんだけど、はい、まあ、ただ2敗は絶対だろう。そうそうそう、マジック2ということは最低でも2つ勝たなきゃいけないということだよね。まあ阪神が負ければ別だよ、うん、うん、阪神が負ければ、まあ、例えば日程の中にあるけども、もうマジック2ということはヤクルトが勝ち阪神が負けでもうマジックが消えちゃうから、はい、もうこの時点で優勝なんだけど、まあおそらくだけど阪神は勝つ。はい、なんでかというとドラゴンズがもう若手にシフトチェンジしてるし、うん、まあ、やる気を感じない。なるほど、まあ、やる気を感じないというよりは来季に向かってるっていうことかな。なるほど、うん、ということでここは青柳が投げるんじゃないかなっていうような気がしてるんだよね、うん、これは13勝かなんかで、はい、もうおそらくほぼ最多勝決まってるんだけど、うん、単独の最多勝を取りに行くのに、まあ、14勝を狙っておそらくここ甲子園で投げるんじゃないかなっていうような、うん、まあクライマックスシリーズもあるし、まあここら辺でやっぱこう真剣に投げといた方がいいかなっていうような感じがするんだよね、うん、だから先発は誰って書いてるけど、うん、この思惑がねちょっといろいろあるんだよ。まあ個人タイトルだったりっていうこと。そうそうそう、まあ DeNA の方はさ、はい、別に個人タイトルとかそういうのはないにしても、うん、ただやっぱこう恥ずかしいゲームはできないんで横浜スタジアムで、はい、だから今永行くんじゃないかなっていうふうに思ってるんだよね。うん、うん、だから今永行くとさヤクルトも苦しい、うん、ね、29日に、はい、まあ、青柳が万が一負けたとしたら、はい、ここに栗が1勝差で追ってんだよね、うん、最多勝だから必ずこれ2つ投げる可能性だってあるし、まあそこ空いてますから、まあ、そんなむちゃくちゃしないと思うけどね。なんか2日ですよね、うん、なんか2日だから30、うん、31かあるよね。あ、31ありますね、うん、だからなんか2日だよね、はい、だから栗が投げる、うん、うん、ここにね、うん、可能性があるという。だからまあ最後は分からない、はい、分からないけども森下かな。うん、森下で行く可能性があるね。もうシーズン最後だし、ねね、森下で勝ちで締めたいっていう風な感じも思ってるし、うん、まあ、DeNA もそうだけど広島もあの消化ゲームってもう捉えないんだよね、うん、みんな一生懸命やるし若手も競争してるしさ、はい、非常にヤクルトにとってはやりにくいと思う、うんうん、ただ3連敗中だったんだけど昨日ジャイアンツとねやって勝って、はい、連敗を脱出して、まあ、雰囲気的には良くなってきて、うん、ただ阪神もいい。これはなぜいいかというとやっぱ佐藤が打ったということ。はい、そうですね、先制スリーラン打って状態も上がってきてるということ、うん、ただもうあと1試合しかないということなんだよね、はい、だからただこの3つのうちに、まあ、この阪神はドラゴンズに勝つとしてね必ず2つは勝たなきゃいけないということ、はい、1勝1敗1分け以上ということは負け越したら阪神が持っていくし、うん、でも阪神もここまでよく持ってきたよね。いやマジック点灯してから、うん、ちょっともう少し早く決まるかなっていうぐらいちょっと早めの点灯だったとは思うんですけど、ここのもう最終までもつれているという、うん、まあヤクルトはね大事なところで3連敗したりとかさ、はい、したけどもやっぱ阪神が負けなかったということはね、はい、よく頑張ったよねここまで持ってきた、はい、だから可能性は十分残されたっていうことだから、はい、ただ日程が早く終わるだけにねやっぱ勝って終わらないとダメだということだよね、うん、明後日ね、うん、そうですね、うん、ということで、まあ、セリーグも意外にも大詰めまで
でもヤクルトはさ、はい、結構負けれる数字持ってたんだけどさ、はい、一気に使い果たしたよ ね、 そうですね。だからもう1敗しかできないんだよ、うん、1敗はできるけど1敗以上しちゃったら阪神がおそらく持っていくと思うし、うん、ここまでよく追い詰めてきたなと思ってさ、うんうん、もうなんかヤクルトのベンチの様子を見ていて も、うん、もうみんなが必死で戦ってるっていうのが今まで以上に感じ取られますよね。そうそうそう、うん、たださあの不動でね打順はあんまり変えなかったの、サンタナとオスナっていうのをね、うん、はい、でやっぱオスナが悪くて、うん、村上の下オスナが入ってるとオスナに全部勝負どころを持っていかれるのね、はい、避けられて、うん、でも当たってるサンタナを上げて、うん、当たってねオスナを下げたよね、はい、ここがやっぱりヒットだよね。なるほど、うん、だからその柔軟にその変えれたというところがさ、うん、非常に良かったと思うし、うんうん、まあそのサンタナのつなぎで原まで行って原樹里がタイムリー振って勝ったというね、はい、そういう試合があったから、うん、まあ非常にこっからはやっぱ監督の手腕というかさ、もうそういうのがやっぱこう勝敗に大きく左右してくるよね、うん、もうより細かくやっていかなきゃいけないということですね。でヤクルトの場合はあんまり細かすぎてもさ、うん、やっぱその野球に慣れてないっていうのもあるよね、うん、だからもうちょっと大胆にいってもいいのかなっていう。なるほど、加減がなかなか、うん、そう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 、難しいですね。でもね阪神の方はね、うん、やっぱこう大胆に来だした。一時期ものすごく丁寧に野球やろう、うん、スモールベースボールをやろうっていうふうにしてたけど、うんうん、最近はやっぱりこう今年の阪神の特徴である足を使い出したよね、うん、エンドランとか、はい、だからまあまあ、 あの勢いがついてきてるということだよね、うん、まああと1試合しかないけどね、はい、でもこの1試合っていうのはクライマックスにもつながってくるし、ヤクルトもこの3試合っていうのは、まあ、優勝を目指すこともあるけどもクライマックスにつながってくるということですね、はい。まあどうなるかね、まあちょっと楽しみだけど、はい、まあ優勝した瞬間は必ず動画を撮るという決まった瞬間は、決まった瞬間はね、はい、はいはい、ということで、まあセリーグはこういうことになってます。はい、ではパリーグです。はい、こちらが今後の日程と、そう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 、条件になります。はい、まあセリーグと一緒みたいなんだけど、はい、まあラストステージね、うん、今後の日程、ロッテマジック3、うん、ロッテの優勝の条件、まあこれはもうね、オリックスが勝った前提として喋ります。はい、まあマー君にはちょっと悪いけど、山本マー君、今日ね、はい、今日マー君と山本が投げ合う、はい、で、オリックスが勝った場合2勝1敗1分け以上、はい、または1勝3分け、はい、で、ロッテが優勝という、はい、これもやっぱりセリーグ同様負け越したらダメなんだよね、もう2敗はダメということですね。2敗はダメ、ね、だから2勝2敗でもダメなんだよ、はい、ね、オリックスが勝った場合5割以上の成績を残さないと、はい、オリックスに負けてしまうという、はい、非常に熾烈なんだよね。はい、うん、もう細かく本当に。でもさ、日本ハム戦レアードが落として同点になって、うん、荻野がサヨナラヒット振ってみたいな、はい、なんか増田が最後どちらかっちゃって、はい、ドタバタしましたね、あの1点差になっちゃったとか、はい、でも、うん、こういう試合、こういうもう時期はさ、もう内容より結果だからさ、ね、まあ、とりあえず勝ってきたということが非常にいいとする、はい、ただし、はい、ロッテはこれからが本当にきついよ、はい、これオリックスはマー君と山本、はい、今日ね、はい、今日マー君の意地もあると思うんだよね。ねえ、防御率の割に勝ちが、そうなんだよ、あの防御率で勝ちが4勝しかないっていうのはありえないよ。もう多分いろんなものがたまりに溜まってるっていうのを感じますよね。たまったものがここに出てくる可能性がある、はい、ね、だから山本とはいえ、はい、今日勝てるかどうかっていうのは保証はない。まあ、最終戦っていうのもありますし、最終戦っていうこともあるしね、はい、うん、まあオリックスの方はね、うんうん、で、はい、ロッテがなぜきついか、まあ今日千賀と美馬もソフトバンク戦は強いんだよ、はい、強いけども今年の美馬と千賀を比べた場合にはやっぱ千賀の方が非常にいいし、うん、で千賀は明日10勝かかってんだよね、はい、やっぱり個人成績も含めてやっぱ10勝はしたいでしょ、うん、だからもう必死こたんだよ、はい、で仙台、はい、ね、楽天、はい、俺は早川が来ると思う、
うん、早川も9勝7敗なんだよ。10勝かけて必死こたんに来ると思う。はい、ね、で29日、うん、伊藤ルーキーの、はい、これも9勝なんだよ。へ、必死こたん、もうみんなそこ攻め合ってますね。そう、ロッテの優勝なんか関係ない。もうとにかく10勝かけて上がってくる3人を、うん、やっぱ相手にしなきゃいけないっていうのはすごく辛いと思うよ。個人個人もその試合への思い入れっていうのが強いし、やっぱりチームメイトとすればさ、うん、それをね、やっぱりこう、うん、サポートしてあげたいっていう気持ちは強いだろうね、はい、だからそういう意味ではもうロッテはそれを跳ね返していかなきゃいけないから、うん、やっぱ辛いと思うよ、はい、で最後、うん、まあおそらく栗山監督の最後になると思うんだけど、はい、誰を持ってくるかなんだよね、うん、まあ、10年間チームを率いて最後の試合、いや勝って終わらせてくれみたいなことを言ったら、みんなよし、ね、栗山監督に白星をっていうことになってくると、またこのロッテは辛い戦いだよね。その試合はいろんなまた思いが込められて、だから人の思いっていうのはさ、やっぱこうなんていうの、出るようになって表現できるようになったらさ、すごい力になると思うんだよね。だからそういう意味ではロッテはこっからの4試合っていうのはもう本当に死力を尽くさないと勝てない4試合だよね。どの試合もね、そのいろんな思惑があり、うん、逆を言うとロッテも優勝をかけると、うん、どの試合も落とせない。まあそうだ ね、だから言えば、はい、ロッテがこの先発ピッチャーとか、うん、この日程でオリックスが勝って待ってて、うん、なおかつ優勝ってなってくると、うん、ロッテは本当に強いチームだよ。そうですね、うん、もう井口監督は階段を上ってきたように、一段階一段階毎年ね、いろいろ課題をクリアして、でここまで来てるわけだから、もう強いチームのまま終わってほしいと思うよ、うん、もうこの今シーズンの中でもこうどんどん成長してる。そうですよね。そうそうそう、だからまあ泣いても笑ってもあと4試合しかないし、うん、どうなるかね。まあこれも優勝した時には動画を上げたいと思いますので、はい、この、ね、あれを見る混戦模様はどうなりますか、ね、はい、待っててくださいね。はい、はい。